Come on, then.無限に広がる次元の遥か彼方、人間と魔物二つの相入れぬ存在が手を携え共に暮らす世界があった。世界の中心都市エルサーゼではこの日年に一度の祭りが開かれ、たくさんの人と魔物たちでにぎわっていた。読めたぞ。あの景品を手に入れる完璧な作戦だ。すごい、さすがね。よし、私だって。要は当たればいいのよね。当たれば。そうなんて今までなかった。まさか全ての魔物がおかしくなってしまったのか。え、じゃあホミロンも。ホミロン、よかった、この子は平気みたい。だが見ろよ、城にまで魔物が押し寄せている。まずい状況だな。よく聞いてくれ。まずは俺が城の裏手に回り、こっそり中の様子を伺ってくる。
その間にお前は。もしかしていつもの長い作戦？悪いけどパス。私たち王様の親衛隊でしょ。早くフィルク王を助けに行かなくっちゃ。おい、まったく一人じゃ何もできないくせに。準備は大丈夫？念のために戦い方をおさらいしようよ。ブリザーラッシュ。まずメニュー画面を開いてアクション一覧を確認してみて。ブリザーラッシュ。こんなところにまで魔物が。倒して進むしかないようだな。魔物も一通りやっつけたみたい。さあ先を急ぐわよ。邪魔なものはジャンプで飛び越えられるよ。魔術師だ。離れたところから魔法で攻撃してくるよ。気をつけて。魔法が飛んできたら落ち着いて見かわしをすれば避けられるよ。正面からの攻撃には防御だ。うま
できればダメージを防げるよ。ここの魔物も片付いたな。急ごう、玉座の間はもうすぐだ。もうどこにも魔物？急いでやっつけなきゃ。ダイヤモンドダスト。ツボは攻撃を当てれば壊せるんだ。かもしれないよ。宝箱は近づいて立ち止まると開けられるようになるよ。よし、ここにいる魔物は全部やっつけたわね。この様子だと城内にはかなりの数の魔物がいそうだな。ますますディルク様が心配ね。急がなくっちゃ。新鋭隊長よ、魔物たちが一斉に襲ってきおった。皆正気を失っておるようじゃ。城も町もほとんど占拠されています。早急に作戦を練らねば。まず玉座の前で俺たちがディルク様とホミロンを背後に守って立つ。そして広間へ押し寄せてくる魔物と対峙する。魔物が近づいてきたら一方が飛び出して魔物を蹴散らす。もう一方はその場にとどまり、撃ち漏らした奴らからディルク様たちを守るんだ。一通り魔物をやっつけたとしても油断はできないぞ。俺の読みでは奴らはいくつかの集団に分かれて波状攻撃を仕掛けてくるはずだ。魔物が攻めてくるたびに一人が攻め、もう一人が援護する。これを繰り返していけば体力を温存しつつ敵の攻撃をしのぎ切ることができる。もうまた長いやつ？パス。私はとりあえず襲ってくる奴を片っ端から倒すことにするわ。お前な、そういうのを考えなしの力を知ってるんだぞ。大いに結構。我ら三人力を合わせればいかなる軍勢も押し返せようぞ。いざいざ奮い立て、我らの城と町を守り抜くのじゃ。
よーし。読み通り波状攻撃を仕掛けてきたか。よし、俺の作戦通りに。もう長くてまどろっこしいからパス。要は片っ端から倒せばいいんでしょ。その通りじゃ。二人とも最後まで気を抜くでないぞ。ちょっと、ここにもこんなに？ホミロン、今行くからね。お祭りで城下に集まっていた魔物たちが押し寄せてきたということか。
えずなんとかなったわね。予想はしていたが、やはりこういうやつもいたか。襲ってくるなら倒すだけよ。たとえドラゴンだったとしてもね。するな。もし魔物が襲ってきてもさっきみたいに俺たちが助けるさ。分かった。僕頑張るよ。二人とも闇雲に戦ってはならんぞ。強敵に挑むにはまず弱点を見極めるのだ。ドラゴンの弱点は頭と尻尾じゃ。よく狙って攻撃を叩き込め。今よ、ドラゴンがひるんだ隙に攻撃を叩き込むのじゃ。
ゃうわ。さすがにこれじゃもう。考えなければ。この状況を打開する完璧な作戦を。二人ともうろたえるでない。さあこれを受け取るのじゃ。よし、それこそが気合の宝玉よ。気合の宝玉？あ、何？体の奥から力がみなぎってくるわ。とりあえず、なんとかなったわね。ってどうしたの？カッコつけてないで、あんたも素直に喜んだら？いや、喜ぶのはまだ早い。そうなの？俺の完璧な読みによれば、今回の勝利は一時しのぎにしかならないはずだ。ひとまず今は王都の魔物は一掃されている。だが、一時的に排除したというだけだ。外にいる魔物がいつ攻め込んでくるかわからない。さらに、魔物たちの異変が王都でのみ起きているとは考えづらい。とすれば、もうまた長いやつ。つまりそれって他の町も危なくなってるかもしれないってことよね。わしもまさにそれを案じておった。とすればことは一刻を争うぞ。ご安心ください。すでに完璧な作戦を用意してあります。手始めに西の森を抜けコートルダへ。そしてさすがじゃ。かの地コートルダには魔法技術の粋が集まっておる。何かしら解決の糸口が見つかるやもしれんからな。さすがリルク様、素晴らしい作戦だわ。いや、それは俺の作戦。それじゃあ早く行きましょう。バクマ、バクマ行く。よーし、我が勇敢なる親衛隊たちよ、いざいざ出陣じゃ。おThank you.
ようこそ。さあ、神に祈りを。神のご加護があらんことを。ようこそ。さあ、神に祈りを。神のご加護があらんことを。ようこそ。さあ、神に祈りを。神のご加護があらんことを。おお、よく来たな。また来てくれよな。おお、よく来たな。また来てくれよな。よし、かかるのじゃ。
ドラゴンを倒した直後に現れた魔物の扉では。そのようじゃ。だが、オートで見たものとは少し違っておるな。本当だ。ちょっと変わった魔物が、あれを守ってるみたい。待てよ。もしかすると。とにかく、その魔物をやっつけてみよう。魔物の増加も止まったみたいだな。やはり今のやつが仲間を呼び寄せていたんだ。そういうことだったのね。じゃあ他にも同じ魔物がいないか探しましょう。いたぞ。さっきのと同じ魔物だ。すぐに倒しに行くぞ。扉の番人はいつ現れるかわからない。常に警戒しておかないとな。あと一匹残ってるみたい。あとは残っている魔物を片付ければ一掃できるはずだ。あったわね。ここで決めるわ。逃がすな。よーし。
よし、片付いたっと。ああ。来たな。来てくれよな。ようこそ。さあ、神に祈りよ。神のご加護があらんことを。